里崎チャンネル。さあやってまいりました。今シーズン10月26日ドラフト会議というところで、全チームドラフト、この選手必要じゃないのプラス去年のドラフト通信簿。さあ、前回のですね動画でも、予告しましたけれども、1年後にね、ドラフトの通信簿をやるというところで、僕もですねさすがに1年前なんで、どんなことを言ったかっていうね、まあちょこちょこ覚えてますけど、詳しい内容をしっかり見ようというところで、もう一回ドラフトに臨むためのとドラフトの通信簿っていうのをね、動画もう一回見返したんですよ、全部。そこでちゃんと言ってました、日本ハムのところで、1年後ドラフトのチェックやりますっていうね、ちゃんと。だから皆さんも、もう一回昨年のやつを見てからこれを見る、もしくは見てこれを見てから去年のやつを見るっていうと2倍3倍4倍5倍面白くなるんで、僕も見返してみると、いや面白いなと思ってて、でそれをですね今日からなんと2週間と2日にわたって、12球団、全チームの、2019年のドラフトの通信簿総チェック、そして、今シーズン、各球団がどういうドラフトに、臨めばいいのか、どういうポジションの選手を、取っていけばいいのかっていうところを、里崎チャンネルやっていきたいと思います。なかなかね、解説者が、経験者が、プロ野球関係者が前年のドラフトをチェックするっていうテレビ番組とかもないじゃないですか。それを里崎がやっていくというところで、ここから2週間今日なりますけど、皆さんお付き合いください。そしてですね、その中で、いろんなことを見ながらですね、10月26日のドラフトを楽しみにしたいなというところで、記念すべき第1回目のチームはこちらです。日本ハムファイターズ。なぜ日本ハムかというとですね、動画見返した時に日本ハムの動画のところで来年の通信もやりますって言ってたんで、じゃあ日本ハムからしようというところでね、じゃあ昨年のドラフトこちらあります。じゃあね、こういう選手取ってありますけど、里崎なんと、じゃーん、1年前のドラフトの新聞、雑誌、資料を全部1年間取ってありました。その時に多くの人が何を言ったか、その時にどういう報道がなされて、どういう選手紹介があったのかっていうところを、1年間取っとこうというところで、全部資料を取っといてですね、今日に臨むっていうね、1年越しの企画です。さあ、というところで、昨年のドラフトね、日本ハムは、ドラフト1位ですね。まず佐々木君の抽選外しまして、河野龍生投手をね、ドラフト1位、即戦力左腕というところでですね、取ってきたというところで、どのね、新聞も含めて、どの、媒体に見ても、ほぼトップのね、大きい写真で載ってるというところで、社会人トップの実力者というところでね、社会人トップの実力者、プロでも即戦力の評価だっていうね。最速150キロの直球にスロースカーブ、スライダー、ツーシーム、チェンジアップを織り交ぜてクレバーさも光るっていうところで、書かれていますしですね、甲子園3度の出場、151キロの速球に変化球、制球、強心臓も兼備っていうね、ところもありますし、いろんな報道をなされた上で、ドラフト1位と。で2位が、東海理科の舘野和明選手。こちらもですね、最速152キロの直球と変化球を自慢の制球力で操る即戦力ワンってね。で3位が、高校生、京都国際から上野恭平選手、小柄ながら長打も打てる、ね、4位、JXNEOS から鈴木健也投手、変速サイドスローから繰り出される最速147キロの直球を駆使し、打者を手玉に取るスライダーの機能抜群だ、ね、で5位が、創価大学から望月大輝選手、長身を存分に生かす投げ下ろすような投球フォーム、ね、で6位がキャッチャーで、ね、梅林選手。広島文化学園大学からね、二塁送球タイムは平均で2秒切るってね、強肩と俊足が持ち味ってね。で7位が外野手で、東日本国際大学から片岡、ショート選手ね、勝負強い打撃と足を生かし守備範囲に定評ある万能型外野手、ね、4年春に打率4割2分4厘12打点14得点で MVP 獲得ってね、育成選手が、宮田選手、樋口選手、長谷川選手ね、3人取ったというところのドラフト、だから全員で10人ね、取ったドラフトを1年間で通信もしようというところで、じゃあいきます。まずドラフト1位のカール投手、先発で、今日が10月5日、今日現在の、話です。昨日もね、
登板して、ちょっとフォアボールも出しながら、もう早急に降板という形になりましたけども、やっぱりね、佐々木がここで、ね、あるでしょ、左ピッチャーがプロでローテーションを回って通用していくっていう動画にもありますけど、やっぱりチェンジアップフォークのね、制球っていうところの、コントロールも含めて、やっぱりなかなかね、まだまだっていうところもあって、若干やっぱりローテーション回るのは厳しいかなっていうね、評価が1年間経って、佐々木はしますけども、先発ね、9試合登板、2勝4敗、防御率 5.40 とね、でしかも2軍では4試合投げて1勝1敗、防御率 5.49 と、まあ、即戦力には正直ならなかったですね。まあ、いいところも光りますけども、やっぱり先発ローテーションで回っていくっていうことを考えれば、課題としてはやっぱりチェンジアップ、もしくはツーシーム系、フォーク系っていうのを、どのカウントでもストライクとボールを投げ分けられる制球力がね、やっぱりもっともっと必要かなっていうところで、やっぱりまあ即戦力にはね、ちょっとならなかったかなと。1年前の新聞ではね、日本ハム栗山監督、投手陣は何とかしなきゃいけないところで、うまく指名のバランスを取れていると、いいドラフトだったと思うと。早く特徴を生かせるようにしてあげたいという、ね、コメントドラフトが終わって出してますけども、ちょっとね特徴を生かしきれなかったというところで、まあ、1年間、まあ、ここからね2年目3年目4年目ここからどうやって成功していくかはね分からない。これはね1年目の評価、その選手がいいとかダメだとか言ってるわけじゃない。この1年間ドラフトを取った時に皆さんが即戦力やとチームプラスになるっていうねいうところでどうなったかっていうのを検証するだけであって、来年ね河野投手が来年10勝するかもしれない、再来年ね15勝するかもしれない、タイトル取るかもしれない、ここからのね活躍っていうところは非常に期待できる存在であることは間違いないけども、1年前の皆さんが感じた即戦力っていうところで1年間どうだったか、この1年間を測る通信簿というところでね、皆さんそこをねご了承いただきながら見てくださいね。その選手が嫌いでもなければ罵倒しているわけでもない、ダメ出ししているわけでもなければ1年間の通信簿を客観的に見ていると、でも2年目以降の成長はどうなるかはここからと。佐々木も大学で入って1軍で常時出だしたのは5年目というところでね、何年後に話したか分かんない、でも即戦力と言われながら1年目はどうだったのかっていうところでね、まあその期待には応えられなかったっていうね、ドラフト1位の関東手ですね。でそして2位、縦の投手ね、まあ、こちらは1軍、未出場というところで、2軍では先発ね12試合、2勝3敗1セーブ防御率 3.81 というところで、まあ、若干ね、1軍で投げれなかったっていうところは即戦力、社会人から来てね即戦力っていうところでは、まあ、若干、まあ、期待外れっていうところになりましたね。で3位がね、上野選手、高校からね、内野手というところで、まあ、1軍では未出場、そして、2軍では39試合に出場、打率1割7分8厘、ホームランが0本で打点が6で盗塁0というところでね、ここからだから長打も打てるというところですけど、まあ、やっぱりね高校1年目で卒業と考えたら2軍でもねプロの壁が高かったっていうね、まあ、ここからの成長に期待っていう選手じゃないでしょうかね。そして、4位がね鈴木選手、1軍で11試合登板、サイドスローでね、眼鏡かけて投げてる姿が見えましたけども、0勝1敗防御率 7.94 ホールド0というところで、ちょっとねまあ魅力的なフォームで魅力的な投球はできるところはありますけども、まあ、即戦力っていうところではねちょっと期待通りの活躍はできなかったと。で2軍では18試合登板の、2勝1敗防御率が 3.50 というところで、まあ、リリーフで考えると、まあ、2軍ではねもうちょっと防御率を抑えめに、投げていくことが今後の課題かなと。で、まあ、左の、ね、右のサイドスローというところで左のバッターをね打ち取る術っていうのをもう一つ考えなきゃいけないのかなっていうね見てきて思います。そして、5位、望月投手、1軍には、無出場と、創価大学から入団と、長身を生かす投球フォームが魅力だと、というところがありましたけども、2軍でも、9試合登板して0勝4敗防御率 3.25 というところで、まあ、防御率は、ね、若干4に感じますけども、まあ、勝ちに恵まれなかったかなと、まあ、さらなる成長を、ね、期待したい、まあ、即戦力としては大卒ですけどもならなかったというね。で6位、上林選手、捕手というところで、広島文化学園大学から入ってきましたけども、1軍では無出場、そして2軍では31試合出場、打率1割3分4厘、ホームラン0本、打点3、盗塁1という形で、ちょっと1割3分4厘という打率がかなり低すぎると、やっぱり1軍に出るためには、バッティングの向上が、必須という条件になりますね。7位、片岡選手、東日本国際大学から、ドラフトで入りましたけども、外野手、1軍では、ね、未出場、そして2軍では42試合、2試合出場、打率2割2分8厘、ホームラン0本、打点9。盗塁3というところで、やっぱり打率の低さが際立って目立つというね、4年春には打率4割2分4厘、12打点、14得点で MVP を獲得した
ていうね姿がどこまで見せれるのか、まあね、まあ、即戦力にはなりませんでしたけど、ここからの成長に期待というドラフト、そして、育成選手で、宮津選手、外野手でね、まあ、まだ試合が登録されてないんで1軍では出てませんけども、2軍で28試合出場、打率3割3分3厘、ホームラン0本、打点7、盗塁8、いや、これは素晴らしい活躍だからというところで、今後ね、試合感になっていくんじゃないのかなというところで期待は高いですね。でもまあ外野手というところで、やっぱ日本はね、近藤、西川、太田というね、外野手にいい選手が揃ってるっていうところもあって、なかなかね、壁は厚いかも分かんないですけども、まあ、地道にね、こういう成績をしっかり出して、試合感になってね、1軍で出てくる姿っていうのをね、この1年目からできてるっていうところは、ちょっと期待したい。育成選手1位ですけどね、非常に福岡大学から非常に魅力的な選手なんじゃないのかなと思います。そして試合が2位がね、樋口選手。もう樋口選手はね、試合がになって1軍の試合出てますけども、2軍ではね、45試合出場、3割4分2厘、ホームラン12本、23打点ってね、素晴らしい活躍を引き下げて、試合が登録されて、1軍出場は7試合、打率1割5分8厘、ホームラン0本、打点0というところで、まあ、1軍の壁に阻まれるっていうところですけども、まあ、こうやってしっかりね、2軍で好成績出していくと、徐々に能力をね、培って伸びていくっていうところもあるんで、まあ、このね、宮津選手、樋口選手のこの2人にはね、さらに注目しながら、今後のね、活躍にも期待していきたいなというところですね。そして育成3位の長谷川選手が23試合出場、防御率 3.76、3勝1敗1セーブというところでね、主にリリーフで活躍してますけど、これもね、育成選手3人がね、ちょっと2軍でも結構光った成績残してるなっていうところでね、ドラフト指名のやつに負けないぞってね、こう見てても、ドラフト指名された選手よりも育成選手の方が2軍でも好成績をね、残してるっていうところが、まあこれがね、どうなるのかっていうところはありますけども、非常に魅力的なね、育成選手の3人だったかなと。で、まあ日本ハムドラフトね、昨年僕が多分言ったと思うんですけども、ちょっと先発ピッチャーも含めてちょっと足りないと、だから先発を取っていかないっていうところで、まあドラフトね、上から川野選手、立野選手、そして鈴木選手、望月選手とドラフト5位の中でね、4人大卒社会人選手のピッチャーを取って、即戦力でなんとか埋めようとしたところ、まあ、それが、まあ、全く埋まらなかったっていうところで、即戦力っていうことで考えたドラフトでいうと、まあ、ABC ランクでいうと、もう完全に C ランクっていうね、形になるドラフトになったかなと。でもまあ今後のね、伸びしろっていうところで考えると、まあ、まだまだね、プロ野球選手になったばっかりでもありますし、今後大きくね成長していってもらいたいっていうことを考えるとですね、まあ、まだまだここからの選手たちなんでね、非常に楽しみ。そしてまあね、同郷の川野選手にはもっと頑張ってもらいたいっていう思いもありますし、ただね、1年間のっていうところになると、やっぱ C ランクっていうところにねなってくるのかなっていうドラフトに見えました。通信も的にはさあ、ということで切り替えてね、今年のドラフト、日本ハム、どんな選手が必要なのかっていうところで、まあ今年ね、1年間総チェックね、まあ今週で残念ながら終わってしまいましたけども、まあこのドラフトをね、こう資料見てください。こんだけやらなきゃいけないのに総チェックしながらできないっていうね、いうところで、やっぱこのね、面白い企画を変えていくっていうね、ドラフトで、今年日本ハムはね、どういうところを戦っていかなきゃいけないのかっていうところですね、まあ現時点での、10月5日、現時点での日本ハムのね、総成績でいうと、まあ、得点が391、失点404、っていうところで、まあ、その得点も失点もね、3位というところで、両方ともね、まあ、そんなにね、めちゃくちゃ悪いわけじゃないと。で、まあ、ホームランがね、74本でね、3位。で盗塁がね、51、ちょっと盗塁が少ないというところで、まあ、盗塁ガンガンできるのが、ちょっと西川選手しかね、いないっていうところがね、この低さになってるのかなっていうところもありますし、で打率がね、2割5分4厘ということでね、まあ、2位と。チーム打率がね、2位っていうところもありますし、で防御率、まあ、4.01、まあ、4点台ってね、数字的には悪いですけども、パ・リーグでいうと2位、そして失策が、59ということで、パ・リーグで一番多いっていうところで、こうなってくると、やっぱりこう、いい数字も残してるんだけども、まあ、毎回言ってますけど、まあ、日本ハムはエラーで自滅しているっていうところがね、まあ、この数字を見てもまあ物語ってるなっていうところにもなりますし、まあ、そういった中で、ね、どういった改善をしなきゃいけないのか、でまあ、今年1年間日本ハムを見てきた中で里崎が感じることで言えばですね、やっぱりそのね、レギュラーとその準レギュラーのちょっと差がでかすぎるなと。で、まあ、外野はね、近藤、西川、太田、そして中田と、もう日本代表クラスの選手を揃えながら、でセカンドにはね、まあ、直球破壊王子の渡辺選手っていうところがあって、まあ、そこ の, レギュラークラスと、それに準ずる、まあ、サード、ショート、キャッチャーっていうところの差が一気に離れるっていうところでね、で、まあ、DH に清宮選手出たりしてますけど、だこの1番から6番まで、1番から5番までと、そして6番からの下位打線が、ちょっとレベルの差が開きすぎているっていうところが、もうちょっとうまく回らない、
でこうもうちょっと得点できるのにっていうところもあったり、そこが接戦でエラーして負けるっていうところもあるんで、この下位打線の厚みが出るともっと打線が一気に回るっていうところもあると思うんですよね。で先発陣は、まあ、今年ね有原投手がちょっと不調というところで勝ちきれない、で外国人選手もなかなか勝っていけない、で抑えではね秋吉選手が、まあ、つまずいてですね、ちょっと後ろもバタバタ感あるっていうところで、まあ、なかなかね投手陣もまあショートスターターとかね、使いながら、まあ、栗山監督のね采配でなんとかっていうところはありますけど、全体的にねピッチャー陣も駒が足りない。じゃあそれはなんでかっていうところになると、やはり昨年のドラフト、先ほどやりましたけど、まあ、昨年のドラフトの即戦力で取った選手たちが全く機能しなかったっていうところで、チームのそのマイナス部分を埋めきれなかったっていうところがね、やっぱり一番の課題かなっていうところで、まあ、今年のドラフト戦略で、まあ、どういうドラフトをするのかなっていう楽しみの一つはですね、もし今年も上位からピッチャーを 1,2,3 巡目ぐらいまでで、もし3人投手で埋めるとしたならば、それはですね、まあ、昨年のドラフトが失敗っていうのをね言ってるようなものかなっていうところもありますし、まあ、どういうドラフト戦略を取るのかなっていう期待感はありますけども、まあ、日本ハムが今すぐ補強しなきゃいけないところでいうと、やはりまあ三遊間、そしてまあ先発投手陣かなっていうところはね、まあ、考えるところがありますね。やっぱり平沼選手、まあ、投手から野手に転向して、まあ、いいバッティングね見せてますけども、やっぱりまだね守備が一軍レベルじゃないのかなと、ちょっとミスも多いですし、そういったところでねやっぱりこの負けが混んでるっていうところで、やっぱりその、まあ、ショート、あとサードね、ビアヌエバ選手もやっぱりこう外国人助っ人選手で考えると、やはり物足りないっていうところもありますし、まあ、樋口選手がね育成から一軍になって一軍来ましたけど、まあ、まだまだ成長かで、横尾選手なども含めてやっぱり三遊間がねビシッとこの安定感あるね、だからまあそのファイターズが強い時のサード小屋の、ショート金子誠さんみたいなね、どしっと安定感あるような、まあ金子誠さんもねそんな3割5分とかホームラン2桁20本打つような選手じゃなかったですけども、もう安定感ある守備、そして安定感ある打撃、もう任せてて安心っていうね、もう 100% のプレイヤーでもありましたし、まあサード小屋のはね、まあ打点を取ったりとか勝負強さで、守備のフィールディングの柔らかさっていうね、やはりこのサードショートっていうのが厚く守れてたっていうところも考えると、やっぱり今の日本ハムではね、やっぱサードショートっていうのは若干物足りなさを感じるっていうところで、やっぱこのサードショートを埋めなきゃいけないっていうところもあると思うんですよね。その中でもやっぱ先発投手陣っていうところを取っていかなきゃいけないんで、まあ1位は投手行ったとしても、やっぱり2位3位で必ず三遊間の野手、をやっぱ取っていかなきゃいけないかな、しかもちょっと大型の、パンチ力ある系の選手の方がいいかなと、そういう、 こう小技が効いたりっていう選手は他にもまあいると思うんですよね。でもそういう、まあ、小屋の選手みたいなパンチ力があってっていう選手がねやっぱりいると、もう一回り大きくなると思うんで、そういったところでは三遊間の選手っていうのは必須条件かなと。であとまあ清宮選手がねもう一つ伸び悩んでるっていうところも考えれば、そこをね外国人選手で補うっていうところも考えていかなきゃいけないんですけども、まあ、外国人選手の問題っていうところで、まあ、今メジャーリーグで 3A 以下が全く稼働していないというところを考えると、アメリカからそのマイナーリーグの選手を来年日本にスカウティングできるのかっていうね問題もある。ひょっとしたら今年全球団外国人の入れ替えっていうのは国内もしくはアジア、韓国、台湾とかの稼働しているプロ野球団体、アジアの中からの移動だけで、アメリカからっていうのはなかなか難しい問題になってくるんじゃないのか、どこまで活躍できるかわからない、今動けてないっていうところを考えるとどうなんだろうっていうところでね、まあ、その国内の中で動いていかなきゃいけないっていうところを考えれば、このドラフトっていうのはすごい大事になってくるっていうところを考えれば、やっぱ1位は、まあ、1位はまあピッチャー行ったとしても、まあ、2位3位で必ず三遊間の野手の選手っていうのは取らなきゃいけないのかなと。だからまあ内野手はドラフトで2人ぐらいは取っていいかなっていうところもありますし、ちょっとやっぱキャッチャーも取った方がいいかなと。まあ清水選手のね豪快なバッティングっていうのは魅力ですけども、若干スローイングに不安さあるかなっていうところもありますし、まあ宇佐美選手もジャイアンツからね来てバッティングっていうところでね、期待されてる中でやっぱりバッティングがねやっぱこう期待以上の活躍ができないっていうところを考えると、ちょっとねキャッチャー陣も足りないのかなっていうことを考えると、まあ絶対取らなきゃいけないのは、先発ピッチャー、そして三遊間の選手、そしてキャッチャー、この3つのポジションはマストで、取りに行かなきゃいけない、チーム事情かなっていうところも、感じますし、それがね
どうなるのか。でこれでね、やっぱ選手をね上げていかなきゃいけないっていうのもあるんですけど、なんせ里崎もですね、今年は甲子園も稼働していなければ、まあ都市対抗もまあこの秋に行われるんでまだ行われてない。でまあ秋のリーグ戦ねちょこっとこの前見に行きましたけど、まあなかなか情報が回らないっていうところで、アマチュア選手もやっぱどこまでっていうのが、まあ、分からないっていうね、いろんな人に聞いてもやっぱ見れてないっていうところで、まあなかなか難しいんで個人名ね上げられませんけども、まあ有名どころで言えばね、早稲田の早川選手とかね、近大の佐藤選手などがね、まあ有力候補になってくるでしょうけども、あとまああの明石商業の中森選手などもね、まあその選手をどう取っていくかね、どのドラフトかっていうね、まあ日本はねいつもドラフト1位でその年のね一番いい選手っていうところを狙ってるところを考えればですね、まあ現状、まあ、ひょっとしたら早川選手をドラフト1位で狙っていく、まあ、可能性はね、まあ、十分あるのかなっていうところは感じますけども、まあ、もう1位に、まあ、ピッチャー行ったとしても、やっぱり2位3位3位か、そしてキャッチャーはマストで、取っていくドラフトがいいかなっていうところはね、感じます。あ、言い忘れてましたけども、あのやっぱ同日でも出していかなきゃいけないんで、今日ちょっと袴田さんいないんですけども、あの袴田さんは、第3回目からあの出演します。これなかなかスケジュールもね、あのこの出さなきゃいけない動画はそれに期限に合わせなきゃいけないっていうところもありますし、袴田さんのスケジュールをもう合わせなきゃいけないっていうところがあるんで、あのうまく合わなかったも一人で連動していきますけども、次の回も袴田さんはいないんですけども、あの第3回から登場しますんで、皆さん、心配しないでください。大丈夫ですよ、出ますから。というところで、まあ、今回はですね、まあ、日本ハムの昨年のドラフトの通信簿、そして、今年どういう選手をね、取っていった方がいいのかっていうところの、ドラフト選評っていうところを、まとめてみました。それでは明日も出ます。明日はどのチームになるのか楽しみに。